文字つける。誰か一緒に出てます。久しぶりすぎて。久しぶりすぎて。まずはファッションチェックから、はい、アンリさんいきます。はい、今日着てるのはこちらのマネキンが着てるのと同じのこのペプラムのトップスですね。これがフックになってるんですけど、ワイドパンツになります。夏のコレクションということでオールホワイトに仕上げてみました。ペプラムのトップスだとこういう感じでカジュアルに着てます。可愛いと思います。アンリさん、ちなみにパンツが、このパンツ素材が本当にシワになりにくい生地を使っているので、夏場旅行に行く時とか飛行機とか新幹線とかに乗っても全くシワにならない素材みたいなのでこちらもおすすめです。あ、履き心地もすごいリラックスでいい感じです。ではではファッションチェックいきましょうか。はい、私もアリサと同じビシュを着ていて、私セットアップのアイテムになります。下がのパラシュートパンツでこうボリュームが出る形でよりこうトレンドがしっかり入ったコーディネートになります。一番のポイント、後ろがカットアウトで入っていて、程よく肌見せ感もあって、1枚でも可愛いんですけど、中に重ね着もできるので、いろんな着回しで、はい、コーディネートしていただきます。グレーもちょっとこう、少しミックスのようなカラーになるので、上品で、肌見せなんですけど、すごくこうクラシカルな印象でお召しいただけます。では、お二人のおすすめアイテムを教えてください。やっぱり、もう夏は結構着回しも効くので、セットアップとかもおすすめになってますね。柄とかも可愛いですよね。ブルーの色味もすごい可愛いのと、ボトムスとトップスで結構セパレートでも使いやすいアイテムになってるので、こちらもおすすめです。ワンピースとかもおすすめありますか？はい、そうなんです。ワンピースすごいたくさんあって悩むんですけど、結構柄物が一押しで、華やかなカラー使いで、ベースがでも黒なので、結構色物なんですけど、取り入れやすい花柄になります。ここもこう調整ができるので、肩の見せ方をちょっとこう調整していただけて、色味もこの黒と、こちらの柄違いの白のカラーと、グリーンのカラーもあっておすすめです。ちょうどいいところに見たことある人が絶対あれですね。そう。あら、あれ完全プライベートです。お買い物を、お買い物してました。プライベートの物色をしておりました。何か落としてました。このワンピース気になるなと思って見てました。カットと付箔のドッキングのなんかもう夏みたいなのが可愛くてちょっと気になって見てたんですけど、今季のフレア ID ワンピースも可愛いの多すぎて大変です。大変いろいろ物色してました。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はこのチュールのドレス着てみました。結構ティアードで段々になってるんですけど、大人っぽく着れる素敵なドレスなんです。チュールの素材もトレンドなんですけど、この首元につけてるこのセットのチョーカー、チョーカーっていうアイテム自体海外でもすごい流行ってるので、それをちょっと大人っぽく昇華した品番になります。こうやって首に巻いたりするのも可愛いんですけど、ウエストをマークしたい時とか身長の低い方とか、私もそうなんですけど、ちょっと腰位置高く見せると足も長く見えて、こういう感じでマークアップしても素敵に着ていただけますし、まだまだマルチウェイなんです。なんかこことかに通してつけちゃう、こういう着方とかもできたりとか、髪を束ねた時に一緒にね止めちゃったりしても使えます。でこのベロアの素材で作ってるので、より上質でラグジュアリーな感じでつけていただけます。ここのエリアすごい華やかなんですけど、そうなんです。いつもよりもより一層ちょっとパワーアップしたこのドレス、あとセミオケージョンドレスがいっぱいありまして、このチュールのドレスとかも上にちょっとカジュアルなジャケット持ってきたんですけど、そうやってジャケット合わせても可愛い。そうなんです。ちょっと急にオフィスとかにも着ていけそうな、ちょっとカジュアルダウンしても着れるようになったりとか、あとはこのドレスとかも結構ねボリューミーなドラマティックなドレスなんですけど、こうよく見るとビーズで作ってあるような刺繍とかでできているモチーフがついてて、こういうキラキラグリッターとかもトレンドなので、こういったドレスもいっぱいご用意してます。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はちょっとワントーンで合わせてます。このシャツが実はもともとこういうデザインで固定されてるので、1枚ですごくおしゃれに着れますね。ちょっと結んでる風なデザインになってます。で中は実はスカートじゃなくてアメスリっぽくなってるワンピースで重ねて着てます。
ネイビーもございまして、ちょっと大人っぽいイメージで着ていただけます。ファスナーで着脱できて、腕とか気になる方もすごく着やすいデザインになってます。リボンつながりで、実は水着も展開しておりまして、こちらがセパレートになっております。デニムと合わせて普段使いもできるので、このまま着てもいいですし、上にジャケットとか羽織ってもおすすめですね。そのままデニム履いて脱いで海に遊びに行ってもおしゃれで可愛いです。お疲れ様です。お疲れ様です。こちらですね、フリンジのすごいたっぷりしたワンピースになっております。ちょっとこうティアードが斜めに入っているので、ボリューミーに、こう揺れ感が綺麗なので感じです。でこちらがですね、ドロップになっているので、今結構きつく絞ってたんですけども、開けていただくと少し緩むので、こうバサッとも着ていただけるので、コーディネート楽しめると思います。今回おすすめアイテムで、はい、コーデを一着組んでください。はい、全色買いしたいパンツがございまして、こちらのパンツなんですけども、ウエスト周りもすごい綺麗なタックのパンツと、こちらとオフショル大好きでわーかわいい、白黒でかっこよく、あえてフラットシューズとかでラフな小物と合わせてコーディネートしたいなと思ってます。先生お疲れ様です。お疲れ様です。今回のポイントは、はい、今着ているお洋服は5月発売の三浦大知さんとのコラボレーションのトップスを着ています。先生、うん、インスタで見ると仲良しですよね、うん、そう、すっごい不思議で面白い人で、やっぱりアーティストティックな方なんですけれども、すっごいニュートラルだから話しやすくて、すごく精力的にねアート活動されていて、可愛いことができるんじゃないかなと思って、今回お声掛けをさせて見てもらいましたところ、なんと叶いましたんですけれども、ちょっと気にならない、気にならない、一人いますね。そうなの、私女子ちゃんって言うんだけど、大ちゃんの絵、はいはい、皆さん分かります、大ちゃんの絵の立体が欲しかったの、ぬいぐるみが超欲しくて、めっちゃ可愛いでしょ。ぬいぐるみとかつけるのどうやら韓流っぽくって流行ってるらしいっていう噂をちょっと小耳に挟んで、それで絶対可愛いはずと思って、すっごいシュールじゃない、なんかちょっとブランドのバッグとかに違和感のあるものとかをつけとくと面白いのかなと思って、5月です。5月なんですね、はい、発売でございます。トップスは、うん、同じの着てるの、超揃いなの。だからこのセットはドレスアップというかコンシャスなシリーズで作っていて、ついでに紹介していい？もちろんです。こちらがその三浦大知さんコラボのコーナーになります。今回7型作ってるんだけれども、スカートとトップスのセットで黒、白をご用意しています。ゆるいパンツとコンシャスなものを合わせるのにハマっているって、今回はこういうゆるゆるのスウェットを着ていますけれども、ちょっといいところにお食事行かれてもいいですしという感じで、で今回ね、何がすごいってこの書き下ろしてもらってるんですよ。え、そうなんですか。ちょっとこのシリーズとこのシリーズをあの大ちゃんに書き下ろしてもらってるんで、それが商品になっているというスペシャルな企画なので、このジェシーちゃんはスタイリングでしかいないジェシーちゃんがいます。貴重ですね、これもそう書き下ろしてもらってるジェシーちゃんが T シャツになってるタイプ、うん、かわいいでしょこれ。大ちゃんがコラボしようって言って、なんか楽しそうだからいいよって言ってくれた時に、スタイリングだからそう透けてんのやろってなって、まず一番初めにできたのがこれね。何の柄にするってなって、ジェシーちゃんの、ね、特徴はね、への字唇なの。それをプリントしたこのうちといえば透けの定番のもので作ってみました。すごい可愛くさ飾ってくれてて、かわいい、やばくない？なんて素晴らしい演出なんでしょうっていう感じですかね。いらっしゃいませ。うさみさんの顔の形ぐらいのピアスついてますね、はい、M1 優勝したコンビのようにちょっと輪郭強調してます。あ、そう、レオロマン。今回はちょっと可愛らしいというか、うん、あ、そうなんです、はい、ちょっとスケスケ状態なんですけど、これウォッシャブルなので、実は水着の上に着れる機能素材ラインなんです。袖もすごい長くて可愛いんですよ。真っ白すぎないので、意外とこうファンシーになりすぎず大人っぽく着れる白もいいなと思ってこちらにしてみました。足を出したくない方は普通にあのロングスカートとか1枚ワンピを中に着ていただいたり、逆にこの上に何かを羽織っていただいたり、意外といかようにもお使いいただけるかと思います。リアルバイってありますか。まず第1弾がこちらです、はい、これ去年速乾してしまったニューエラさんとのコラボレーションになっておりまして、こちらにニューエラさんのマークがついていて、後ろにすごいさりげなくスタイリングのロゴが刺繍されてるんですけど、このさりげなさすぎるのがすごいいいなと思いまして、で今回他にも2色色展開が、私はこの黒と白2色買いしようかなと思ってます。結構どんな方でも
フィットする形になってるので、キャップ苦手な方にも挑戦してほしいアイテムです。2個目なんですが、このサマーニットカーディガンがすっごい可愛くて、いつもはいろんな色を使ってミックスにするんですけど、このカーディガンは糸自体にいろんな色が入ってるので、こういうちょっと特殊な編み方をしてもミックスになるようになっていて、あえて肌が見えるようになっているので、夏はブラトップとかでヘルシーに、あえてここの秋を楽しむのもすっごい可愛いです。このミラーコラボもめっちゃ可愛いんですよ。カップ付きのロンパンスとワンピースと二肩展開で、すごいカッティングが綺麗に、なんかちょっとえぐれてあえて作ってるんですけど、この雨すり具合がめっちゃ絶妙で、このシアードレスに合わせてこのワンピース着たいなと思っているのと、あ、なるほど、これもウィッチョでデニムとかショーパンに合わせたら絶対可愛いので、どっちを買うかすごい迷ってます。ミラーさんが割とお手頃価格なブランドさんなので、スタイリングの中ではロンパーツもワンピースもすごく安めの設定になってるので、今までスタイリング買ったことない方にもおすすめしたい、めっちゃ形いいトップスとドレスです。はい、どうもこんにちは。ファッションチェックからいきます。トップスの方が、前回もすごく好評いただいてたものの新色です。前回ちょっと素材も変わってて、より軽く、よりこう機能的な素材にチェンジしてます。で、後ろがですね、ちょうど丈になっているトップスになります。合わせてるのも裾がピプラムになっているキャミソールになるんですけど、こちら同じ素材になってまして、レイヤードしたスタイルになっております。パンツがですね、パイル地でカットソー素材の、表面感がちょっとポコポコしてて面白い感じの、ちょっと夏らしい素材のパンツと合わせております。はい、じゃあ涼子さんのゾーンですね。 SYS ラインになっております。デイリーにも水際のシーンにも使っていただけるような高機能素材のアイテムになります。今回こういったちょっとチュールのシリーズあったりとか、ジャケットとかも前回よりもより華やかで、より軽いというか、よりサラッとしてちょっと張り感があるので、軽く感じるようなお素材になっております。パンツもすごく人気で、このダブルベルトの仕様だったりとか、ちょっとアクセントになるような、だけどこうデイリーも使いやすいようなパンツになっております。裾がこうキュッてできるので、いろんな着方ができます。今回すごく人気なのが、これとこれ同じなんです。3段階に調節することができるようになっているバッグでして、かなり大きいバッグではあるんですけど、本当にこれも軽いので、いろんなものが入るような大きさのバッグになっていて、こういう風にちっちゃくするとちょっとリボンみたいでキャッチーな感じのバッグにもなるので、すごい可愛くて人気のバッグです。このバッグとかだと斜め掛けとかにもできる、可愛いですよね。バッグが人気です。カーキーさん、何紹介しましょう。どうしましょう。悩むけど、これいこうかな。リンクルオーガンでショート丈のシャツを作っていて、ブラックとブルーとホワイトの3色展開で作っております。でね、うちのプレスのうさちゃんが紹介したと思うんですけど、はい、ミラーコラボあったじゃないですか、はい、のシャツ、ここに窓ヨーク部分作ってあるんですよ。これとミラーを着るとちょっと小窓からこれが見えるようになってて、ちょっと透けが難しいわってお客様は、こういうシアーシャツとか使って効果的にカバーできるなと思ってです。ワイドスリーブの設計になってるんですが、なんとボタンを奥にも配置してくれているので、通常のこういった袖口が絞ったようなデザインでも着用できるようになってるんです。でこれで着るとなんか見慣れたちょっとワフッとした袖になって、ワイドスリーブで着るとちょっとモード要素が出るっていう感じです。今シーズンおすすめでございます。はい、水木さん、お疲れ様です。お疲れ様です。先生にスタイリングしていただいたコーデですね、はい、ストライプストライプでちょっと合わせてみました。モードになるので割と合わせやすいなって思いました。シャツがこんな感じで開いてるので、肌見せとかもできて、ちょっと詰まってる感じもあんまりなさすぎず、ちょっとヘルシーな感じで着こなせるので、すごくいい感じかなって思います。水木さん、ちなみにリアルバイアイテムありますか。メッシュのトップスとスカートの合わせでちょっと買いたいなって思ってます。一応私の企画担当なんですけど、ピンクと黒の3色展開してます。最近なんかスポーティーな感じが来てるので、スポーティーすぎずエレガントすぎない、このトップスとスカートはちょっと人気いいかなと思ってます。こんな感じのトップスに合わせたりとか、オールホワイトとかもなんか爽やかな感じで、ちょっとごつめのスニーカーだったりとか、まあ、ロングブーツでも可愛いと思うので、これとか中になんかデニム入ってミュールとかも可愛いですし、なんか合わせ方がいろいろできるアイテムかなって思います。この2品は。2
2024年 SS2 展示会クルーズですこちらも今発売中のユニセックスで使っていただける究極の T シャツ990Tですね。その後ろに新作のメンズショーツなど展開しておりました。人気のキャミソールシリーズなどもはいご紹介しておりました。もうこのシリーズは本当に人気で展示会でも毎シーズン人気なんですけど、今も好評いただいているシリーズです。ユーバックオープンキャミソールですね。ファッション性の高いキャミソールになるんですけれども、背中がこうバックリ開いているのでインナーとしてもお洋服選ばず着ていただけて、前がこうフラットになっているので1枚で着ていただいたりとか、この夏の、あの主役のキャミソールとしても着ていただけるようなファッション性のある和紙のキャミソールになってます。しっかりと空きがあるんですけど、お胸のホールド感もある、私も今絶賛使っているようなアイテムです。でこちらが X ストラップの方ですね。新作になります。 Y 字のクロス あのショート丈のキャミソール、 SS1 で出していたものもすごくご好評で、もうそろそろ完売してしまいそうなんですが、それの進化バージョンで X になっているパターンになります。ちょっと空きのあるトップスとかからチラッとこの華奢な紐が見えるのもおすすめで、この夏おすすめのキャミソールです。でまあナイトブラであったりとか、あと様々なブラをあの定番として展開しております、こちらがですね3月に発売になりました。待望のうかさんとコラボレーションいたしました和紙のマルチタオルになります。何がうかさんとのコラボレーションなのかと言いますと、このピンクとグレーのカラーがウカのシリーズとして人気のネイルですね、ネイルとの、カラーがリンクしたアイテムになっています。でこの和紙のマルチタオルは石鹸いらずのスキンケアアイテムとして、あのアンダーソンでも大変ご好評いただいてまして、第1弾をすぐに完売してしまったっていうこともありまして、今回ウカさんとのコラボレーションに至りました。ウカさんの方でも、ウカさんのビューティーサロンでご使用いただいておりまして、施術にも使っていただいてるくらいすごくご好評いただいている和紙のマルチタオルです。これぜひ一つ男性も女性もどちらでも使えるようなスキンケアタオルなので、ぜひぜひあのお手に取っていただきたいと思います。こちらが、SS2 の新作のハーフスリーブリブトップスカップ付きですね。この背中開きがすごく特徴的なあの半袖のリブトップなんですけど、肌に触れる面が和紙になっているので、ほぼ全てが和紙になるように設計していて、表面はあの少し肉感のあるようなコットン素材の、リブを使用してます。でちょっとこうハーフスリーブで五分袖ぐらいにすることによって女性らしく着ていただけて、あと首周りもちょっとこう深めの U ネック で背中もバックリと開いてるんですが、カップインになっていることによって1枚で着られるこう大人の味方の夏のトップスです。ではメンズの新作ですね。ヘムシーモレスボクサーパンツなんですけど、名前の通り実はこの付け根のところがあのシームレス、段差がなくなっていて、よりこうゴロつき感がなく履き心地もよくって、さらにこうピタッとしたタイトなパンツにも響かない仕様になっております。アンダーソン初の形ですね。でさらにこの色もすごい可愛くって、ピンクとブルーなんですけど、このピンクもブルーも実はもですね、もうイメージしたカラーになっておりまして、ピンクはフラミンゴさんが食べているピンクのもで、ブルーがスピルリナっていう最古の緑虫っていうんですかね、のもイメージしたあのカラーに2色展開になっております。もうちょっと楽しくポップにやればよかったかな反省してます。反省してます。はい、実は勉強家の森田でしたお疲れ様です。お疲れ様です。今日着てるのがエミでも毎シーズン人気のニットのドッキングしたワンピースを着ています。今回の特徴がこのフロントにこんな感じでジップがついていて、こうやって締めても可愛いんですけど、今私は中にレギンスを仕込んでいて、がっつり開けてスポーティーに着ているのが今日のポイントになります。結構すごくこのスカートが軽くって動いた時の形もすごく綺麗なスカートです。レギンス合わせも可愛いですし、ちょっとレイヤード楽しみたいって方はスカート合わせもすごくおすすめのアイテムになります。ケタさん、はい、おすすめはエミで今回初めてウォータープルーフブーツっていうのを作りました。超大人気のエコニットブーツのようなスッキリとしたシルエットで、もちろんこれもすっごく軽いです。で今回
回は生活防水の機能がついたブーツになっているので、ちょっとした雨の日だったりでも履ける機能性抜群のブーツになってます。程よくマットな質感なので長靴っぽくなくおしゃれに履けるブーツになってます。他にはまだまだありますよね。すごくいっぱいあって、でヨガも今回作ってるんですけど、6月の21日が国際ヨガデーなので、そこに合わせて可愛い花柄のヨガウェアを今回作りました。ヨガだけじゃなくてピラティスだったりキックボクシングとかで使ってるよって言っていただく方もすごく多くて、動きやすさと可愛さを兼ね備えたウェアになっております。キュートさんは何かスポーツやってますか？私は今マシンピラティスやってます。これを着てやりたいです。チェさんお疲れ様です。お疲れ様です。私が着ているのはこのエミらしい軽いお素材のワンピースにこのウィンドブレーカーブルゾーンをビスチェ風に着用しています。このウィンドブレーカーは上からも羽織れるすごい軽いお素材で、パンツもお作りございます。スポーツでも着ていただけるような軽いお素材になってます。これがですね、中に裏地が入っていまして、で裏地がここまでついてるんですよ。なので透け感が気にならないようにお作りしています。パンツスタイルだとなんかこういったちょっとフェミニンなブラウスに合わせていただくのは可愛いかなと思います。バッグみたいに持ってる。それはそうこのブルゾーンがこのポケットブルになっていて、この袋の中に入るんですよ。なので持ち運びがすごい便利で、ジムとかに持って行っていただいてもいいですし、アウトドアとかに持っていただくのもすごく簡単で手軽で軽いのでおすすめです。チェさん他にはおすすめありますか？去年もやってたんですけども 2way のコートもやっています。ノースリーブのジレのタイプとこのコンパクトのタイプとセットになっている品番になっていて、セットで着ていただくとこういった感じで合わせて着ていただけます。今回新しい新素材のブラックスというお素材ともコラボレーションすることになりました。こちらがですね、ブラックスというのが植物を原料としてカーボンニュートラルに貢献する新しいお素材になっています。効能がいくつかあるんですけども、成分解というところと CO2 削減、植物由来と抗菌作用があるお素材になっていて、今回あの五肩エミではお洋服をお作りしていまして、カットソーのこういった素材とパイル地の素材ご用意してます。 T シャツの CO2 の排出量を数値化して計算して、このアイテムを調達から製造輸送に至るプロセスでどのぐらい出るんだろうっていうのが可視化できるような商品になっています。で日本で作られているので、海外で生産して、発売するものよりもかなり CO2 が抑えられているということで、はい、エミでしっかりこちらをおすすめしてサステナブルな取り組みを行っていきたいなと思っています。お久しぶりです。お久しぶりです。なんとエミに移籍しました。私が今日着ているのはナイロン製のお洋服なんですけども、6月発売になってまして、夏もそんなこう蒸れたりとかはしないような素材になっております。 EWC エミ、こちらですね、エミウェルネスクラブっていうスポーツだったりライフスタイルをウェルネスに楽しんでるクラブみたいなのを仮装で作っていて、そういう別のラインになっております。それが裾だったり、あとですね後ろに入っているのがポイントです。これもすごいおしゃれな感じになりますよね。迷ってます。はい、堀さんです。お疲れ様です。今回はちょっとホワイトとグレーのミックスで合わせてるんですけど、なんとこのサテンのスカート一応今のところ洗える予定になっていて、それとすごい気持ちいいガーゼのショートのトップスを合わせております。ポイントのこのバックパックもすごい軽くて撥水で、なんとこれパッカブルでこれぐらいに折りたためるんですけど、旅行とかもおすすめですね。確かに。じゃじゃーん、こんな感じになります。これがバックパックなんです。4色展開してるので、ね、なんかぜひ色違いでも私買いたいなと思っちゃってるぐらいです。じゃあ堀さん、はい、今回おすすめありますか？あります。ニュアンス柄のシリーズになっております。ムジもご用意がありますし、柄が一応2色でメインで刺されてる感じになるんですけど、この柄は水のきらめきとか歪みみたいのをちょっとイメージしてインスピレーションして作られた柄になっております。着てみるとこのドレープがすごく表情が出て可愛いし、上の方にしか飾りがないのでコンパクトなワンピースにはなるんですけど、結構スタイルアップ
できるワンピースになっております。ポイントとしては今このペチがついているので1枚でも着ていただけますし、ちょっとエミらしくレイヤードスタイルで今レギンスを合わせてもらってるんですけど、とかも可愛いですね。デニムとかも合うかなっていう感じになっております。エミ企画の木村と申します、はい、私は今日6月の上旬に入荷する予定のリネンのワンピースを着ています。レイヨンがちょっと入っていまして、結構落ち感があるので、リネン独特のパリパリっとした感じとレイヨンの落ち感が混ざっているので、パリ感もありつつもこうフレッシーな女性らしいシルエットが出るような形になっております。ではおすすめ何かありますか？はい、今回エミと千里達山さんというフランス在住のテキスタイルとかコラージュとかを主にされているアーティストの方とコラボをしておりまして、今回はエミオリジナルでデザインしていただきました。エミとしては初めて今回折りたたみ傘をしておりまして、全面にプリントをして普通にこうコラボしたのが伝わるようにしております。かわいい、ハッピーですね。そうですね、一応2柄あるんですけれども、こちらの方が雨の日をイメージしてデザインをしていただいてまして、結構ブルーを基調とした綺麗なコラージュをしていただいております。同じ柄で T シャツもありまして、全面にプリントをしているような形になっております。ヒョウマチンオッシャップ可能で、オーガニックコットンで作っているような形になります。もう一柄の方をご紹介させていただきたくて、梅の日に差し込むこう日の光だったりとか、そういったものをイメージして黄色をベースにデザインをしていただいております。折りたたみが可能で晴雨兼用になっております。晴れの日に使う場合は UV カットが 90% 以上入っているようなものになってまして、デザインだけではなくて機能性も兼用兼ねているようなものになっております。はい、サリさんお疲れ様です。お疲れ様です。第2弾となるパークスプロジェクトさんとのコラボのアイテムに、こちらはエミオリジナルのニットのメッシュのパンツを合わせております。色合いもちょっとサマーっぽく賑やかなカラーリングになってます。サリさん、おすすめいっぱいありますか？あります。パークスプロジェクトさんとの別注第2弾となっておりまして、今私が着ているこのアノラックと、あとはこの T シャツもやっておりまして、こういうちょっと国立公園のプリントがされています。もうちょっとオリジナルで色をつけてまして、ベースの色もオリジナルで染めております。でこちらオーガニックコットン素材となっております。キャップもあるんです。パークスプロジェクトの P です。よく見ていただくとここにエミというロゴも入っております。形もすごい綺麗で、こちらはベージュとの2色展開となっております。こちらですね、アディダスさんとの別注のガゼルというモデルになっております。前回もちょっとここをグリーンにしているものがすごいご好評 で今回ガゼルでの別注が第2弾となっておりまして、今回ちょっとここの深みがあるパープルを流し込んでおります。で今回はここにはちょっとこのフェアリーなグレーで、この今回このガムソールをちょっと暗めなトーンにして、少しだけ重ための雰囲気で全体を仕上げております。これは男女兼用ですか？そうです、男性でも履けるサイズもご用意しております。じゃん、こちらちょっと久しぶりにアシックスさんとの別注となっております。今回はこのちょっとメタリックをメインにしてまして、ちょっと差しでこういうイエローを差したり、あとはこのゲルの部分がとってもキラキラしてて結構珍しいね、ちょっと女性らしさをここに入れております。全体的にメタリックって、まあ、ちょっと珍しいんですけど、ちょっと挑戦ではあるんですけど、すごいおすすめです。こんにちは。あれ、どちらのブランドかお分かりですか？でも高木さんいる。やっほー、移動になりました。改めましてお願いします。お願いします。かわいいんです。今回めちゃくちゃカラフルでポップでジェラートピケらしい遊びを加えたアイテムたちがたくさん登場するんで、みんなで見せていこうかなって思います。私の着てるアイテムをご紹介したいなと思います。はい、お願いします。ピンクがパッと華やかなシャツワンピースを今日は合わせてて、ワンピースとして着るのももちろんいいんですけど、夏ってリゾートだったりなんかお出かけシーンが多くなると思うので、そういう時にも着ていけるようなシャツワンピース、ワンマイルウェアでも着ていただけるようなアイテムを作っています。羽織っぽく着たかったのでインナーでキャミとショートパンツを合わせて、ちょっと歩いた時にチラッと足見せが見えるぐらいに今回はしています。ポリエステル 100% なので旅行の際とかってやっぱりシワとか
気になると思うので全然気にせず持っていけるアイテムになってます。かわいい。ショートパンツとビッグシャツのセットになっていて、本当はこれをちょっと着たかったんですけど、確かにそっちっぽい、足出すのまだちょっと抵抗あったので今回はワンピースにしたんですけど、ビッグシャツとショートパンツを毎回お家では着てるんですけど、こういうピンクはすごいおすすめですし、カラーが苦手な方はこういったちょっとストライプとか選んでいただいても素敵かなと思います。お家の中ではジェラートピケを着て皆さんに楽しんでいただきたいのであもうプレスらしくなってる何やらリアルバイがあるということで、これ見てください、白くまちゃんのスリッパ。こちらはクールコレクションといって夏にぴったりのコレクションなんですけど、お家でこんなの入ってたら可愛くないですか。可愛いです。ポーチもあるんですけど、私はちょっとお家でも可愛くいたいので足元はこういうくまちゃんを履こうかなって思ってます。どうもどうも、お久しぶりの登場、ジェラートピケプレスの高木でございます。待ってました。よろしくお願いします。ちょっと自分のキャラのところもまだ分かってない2024年になりますが、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。パフ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 。皆さんにどうしても紹介したいのがこのピーナッツとのコラボレーションになります。アートがこの子は野球をしてたりテニスをしてたりゴルフをしてるスヌーピーだったり、すごいスポーティーなアートを選んで作ってるんですけど、なぜか分かりますか。なんでですか。なんと今年はパリオリンピックがあるので、はい、あのジェラートピケもすごくスポーティーなアートをチョイスしてお家でスポーツ観戦するときにもぜひ着てもらえたら嬉しいなと思って、今回はピーナッツのアートをチョイスさせていただいてます。薄手のニットで仕上げたプルオーバーとハーフパンツになってくるんですけど、ジェラートピケの得意なジャガードの編みと、あとは今回パンツの方にはアプリケをつけているので少し立体的ではっきりしたアートがついてるのが特徴です。あとは自分の足より3倍ぐらい足のサイズが大きくなるんですけどすごい可愛いピーナッツのお耳のついたスニーカーをモチーフにしたルームシューズが登場します。こんだけ大きかったら小指をぶつけても大丈夫そうです。確かに今着ている私のこのスウェット生地のルームウェアなんですけど、はい、ちょっとそこまでのワンマイルウェアとしてもおすすめですし、丈感もちょっと短めなんですけど足さばきもすごく良くて動きやすいような丈感になってます。でフードもついていて、決まってる。決まってますよ。かわいい。4月の発売になってくるんですけど、ちょっと暖かくなってくるのでカットソーもラインナップしています。いろんなスヌーピーが入ってるんですけど、例えばテニスをしてたり野球してたり、あとバスケしてる子がどっかにいて、バスケどこだろう、あいた、あいた、そうなんで、サッカーもいるし表彰台もあるし、本当にプレフルな柄で柔らかいカラーで総柄になっているんですよ。ワンピースもあったりゆったり着ていただけるような肩展開になってます。レンズともお揃いが叶います。なんかこの辺に顔つけておいてください。いきなりちっちゃいんですけど、もう家族でお揃いが叶うってことでワンちゃん用のウェアをご用意させていただいています。これがキャット&ドッグのアイテムになるんですけど、実はこの子うちの子なんです。ペンコンです。かわいい。キャタヌドッグが3サイズあって S サイズと M サイズと L サイズがあるんですけど、この子 M サイズ着てるので本当に自分のワンちゃんに合ったサイズで着ていただけるようなキャタヌドッグもラインナップしてます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。キャタヌドッグの新作の商品ご用意しております。まず夏に嬉しい接触冷感のアイテムがすごく充実しているのでご紹介させていただきます。このアイスの涼しげなウェア、接触冷感になっております。お揃いのシリーズでワンちゃんと一緒に出かけるシーンでの使える接触冷感マットとベッドのご用意もあります。柄がオリジナルになっていてジェラートピケのロゴも入っていたりするのがポイントです。同じシリーズで新しく出るトイなんですけど、ワンちゃん引っ張りっこして遊んだりとかするのがすごく好きなので今回ここが引っ張り合いできるアイテムになっております。こちらのシリーズが接触冷感になっています。ジェラートピケで初めてフリルがついたウェアになってます。あとお色味がパープルとイエローの2色展開になっているんですけれども、ちょっとおしゃれなカラーになっているのがすごく見栄えも可愛い色合いになってます。チワワのカラーとタイプダルのカラーが用意してあります。新作で新しいアイテムが入りましたので、こちらメインポンチョが登場
動しました。雨の日でも散歩だったり、なんかトイレに行くワンちゃん、お外でしかっていうワンちゃんも結構いらっしゃったりするので、レインポンチョ作る際に飼い主様にあのリサーチして、ポケットブルがいいっていうお声があったので、今回首後ろについているポケットにレインポンチョが収納できるようになってます。お散歩バッグにいつも入れて常備して、急な雨とかに対応できるように持ち歩けるっていうのがすごく今回のポイントになってます。前身頃がこのマジックテープになってるので、着脱がすごく簡単になっているのもおすすめです。クールネックカバーが登場してます。暑い日が結構続くので、ポケットが4つついているので、お手持ちの保冷剤を入れてワンちゃんの首元を冷やしていただけるアイテムになっています。 L サイズと XL のサイズになっています。ジェラートピケスリープの新作になります。夏に嬉しいこちらも接触冷感のアイテムがすごく揃っていて、毎年人気のアイテムになります。このピローパッドなんですけれども、ジェラートなこのキルティングになっているのがすごく可愛くてポイントで、タオルケットと合わせるとジェラート屋さんになります。ピローパッドが後ろがこういうゴムのバンドになってるんですけれども、後ろのゴムが気になるよっていう方におすすめなのが、今回初めてピローケースで両面とも接触冷感になっているアイテムが初登場しています。ロゴのキルティングになってるので、すごくお部屋のイメージに合わせやすくておすすめです。今回の主役たちがアラスカンマラミュートとヒロクマさんになります。涼しげな雪原シリーズになっていて、ネックピローにもなるヒロクマさんはソファーとかでリラックスタイムにこうやって首元預けたりするクッションになっています。ピローパッドと同じくこちらが雪原シリーズの白クマとアラスカンマリミュートの柄も出ています。暑い夏がすごく続くと思うので、涼しげにファミリーでも使っていただけるアイテムになります。ではファッションチェックいきたいと思います。ウッチさんから、はい、まず色と夏らしくちょっと編みすりになってるデザインのワンピースで、裾にバルーンの仕様があります。中がゴムになってるんで、歩く時も全然気にならずに動きやすいデザインのワンピースです。ネックレスにミラ、そうなんです、ミラロゴをさりげなく入れているのが今季のポイントです。ホールガーメントのニットワンピースとシアーのトップスを合わせています。これは別売りなんですけれども、ぜひセットで着ていただきたいなと思って企画したアイテムで、他のカラーもコーディネートのカラーで合わせてるのでとってもおすすめです。はい、さん、このマネキンに惚れて色違いを着用してみました。もともとハーフスリーブのジャケットなんですけど、インしてオールインワン風に着ていて、この青磁のような色味がすごく新鮮で、私はこちらを選びました。パンツのシルエットもちょっと裾にたまる丈で、ここもお気に入りポイントです。ウッチーさんのリアルバイを聞きたいです、はいはい、ででん、こちらのスカートです。可愛くないですか。 SS1 もちょっと表面感があるスカートはご用意してるんですけど、ちょっとアップデートして花柄モチーフのちょっと表面感があるこのスカートに検討会の時に買うって決めました。一目惚れですね。ミラらしくベーシックなニットで合わせてるんですけど、夏はちょっと短丈の T シャツとかでちょっと崩してきたりとか、かしこまって着たい時はシャツ合わせとかでもいいなと思っていて、綿とかではないんで、秋口とかはあえてロングブーツとかを合わせてジャケットスタイルとか、結構シーズンが長く着れるなっていうのもちょっと想像していて、こちらに決めました。色違いがこちらのライトグレーとブラックの3色の展開になってます。皆さんはどれが好きですか。ちなみにウッチーさんは何色ですか。はい、私は白です。あ、こっちなんです、ね、グレーか白で悩んで、でもモノトーンコーデも好きなんでちょっと白に決定です。セリさんのおすすめ。はい、おすすめは今回ルミノアさんとのコラボアイテムのこのボーダーのカットソーなんですが、結構皆さんボーダーといえばルミノワと思い浮かぶような、そんな老舗ブランドのコラボでルミノワさんのネームが入っているので、ここが可愛いなと思って、私はこの2色欲しいなと思っているくらい。あとこちらにもダブルネームでミラオエントも入っているので、なんならちょっと飾っておきたいなと思うくらい
すごく可愛くてお気に入りなので、ボーダー好きにはたまらないアイテムだなと検討会の時から狙っておりました。こちらと夏に履きたくなるこのペタペタサンダルなんですが、ブロンズのキラキラしたスパンコールが可愛いなと思って、普段私モノトーンとかあんまり色のお洋服着ないんですけど、こういうキラキラだったらモノトーンとも馴染みやすいですし、ちょっと高級感キラキラしてて可愛いのかなと思って、ブラックのロングワンピースとかに足元だけキラッとさせても可愛いなと思って、こちらもリアルバイです。モノトーンにオレンジさしたりとか、こういうバッグも結構シンプルなんですが、すごい柔らかい革だったり、ちょんと持って可愛いなと思うので、これも買います。ではおすすめ教えてください。はい、私のおすすめはアンダーソン・アンダーソンとのコラボレーションアイテムです。今回肌着をこう特化して扱っているアンダーソンとのコラボレーションアイテムをミラオエン10周年を記念して制作させていただきました。アイテムとしてはせっかくアンダーソンさんとコラボをするので、ちょっと何か目に留まるものがいいなと思っていて、全てレイヤードアイテムにしていて、肌に触れるインナーをアンダーソンの和紙素材を使用していて、外側に来る素材をミラオエンの素材とデザインで作成させていただいております。インナーは全てカップイン仕様になっているので、これを肌着として着用していただいた上にこのトップスを着るという、これだけでトップスが叶うというようなラインナップになっております。ボトムに関しても同じように中のペチコートを和紙の素材でお作りしていて、外はミラオエンのニット素材っていうようなデザインになっていて、今回は4型リリースさせていただいてるんですけれども、全てが同様のお作りになっております。これも中のカップインタンクはこちらのままもう肌に直接着ていただいて、外のニットがちょっとオーバーサイズになっているので動きが出るようなデザインになっています。お次はこちらもミラオエン10周年を記念したコラボレーションというか協業のアイテムになるんですけれども、ミラオエンが立ち上がった10年前からずっと取り組みをさせていただいているデニム屋さんと一緒に、今回セルビッチデニムをお作りいたしました。セルビッチデニムというのは脇に生地の耳端を使用したデニムパンツになっていまして、生地の耳がこういった形で赤耳になっているので、裾を折り返した時に脇のこの耳が見えるようなデザインになっています。もともとセルビッチという素材自体がすごく希少で、日本の生地を作るところもすごく限られているので、こういったものを本格的なプロの職人さんと一緒に今回作らせていただいておりまして、トレンド感あふれるワイドシルエットのものと、ミラオエンの定番で人気なテーパードシルエットと、今回2種類形ご用意しておりまして、いずれもリジットのデニムになりますので、履いていくごとに加工感を楽しんでいただける、育てていくようなデニムでのお作りとなっております。ミラオエンでした。